ちゃんと陸上式マスケット銃ブラウンベスは、18世紀、イギリス陸軍の正式マスケット銃と、その派生型についたニックネーム、期限は不明。75口径フリントロック式である。イギリス帝国の拡大の時代に使用され、兵器としての活躍はもちろん、やがて、イギリス陸軍を象徴する装備として、兵器史に名を残した。1世紀以上にわたって使用されたため、 外見が多かれ少なかれ変化を遂げており、代表的なバージョンには、長島陸上式、丹東陸上式、インド式、新陸上式マスケット銃、海上用マスケット銃などが挙げられる。この銃が後半に使用された戦争として名高いのが、アメリカ独立戦争である。イギリス軍は、もちろん、アメリカ側のほとんどの男性市民は、民兵として、 マスケット銃の所有を法的に義務付けられていたため、この銃は両方の軍で主要な装備となった。1722年の採用から長くエリク軍の正式兵器を務めてきたこの銃だが、イギリス軍の兵器開発人はフリントロック式銃の機関部を来艦仕様の弾丸に代用したものに改造し、1839年型マスケット銃として送り出した。 速やかに舞台に行き届かせるため心臓だけでなく、規制の小銃無機幹部の改造が施されることになったが、1841年に兵器庫があったロンドン島に火災が発生、改造を控えていた多数のマスケット銃が消失したこともある。最終的に、ブラウンベスは19世紀の中頃まで使用された。一部の銃は1857年のインド大、反乱時に使用され、 他にもメキシコに輸出され、1836年のテキサス革命や1846年から1848年の米国戦争でメキシコ軍に使用された。ありがとうございます。